ダブルミーニングとは、二つ以上の解釈が可能な意味付けのこと。死などで、一つの語に二つ以上の意味を持たせること。日本語ではかけしと呼ばれている。文中で、ほのめかしが使われるとき、隠された意味に通じていない人はそれは気づかず、また変だとも思わない。ほのめかしは、隠された言外の意味をわからない人には不快感を与えないため、 子供たちが目にするシチュエーションコメディなどの喜劇でも広く使われている。子供たちがその喜劇をおかしいと思っても、ほのめかしの隠された意味への理解を欠いているために、大人たちのおかしさとは全く異なるものとなる。このことから、ダブルミーニングは、社会的に容認しかねる性的なユーモアを生むのに使われる。例えば、ウィリアム・シェイクスピアの カラ騒ぎでは、エリザベス朝の、ノーティッシングのスラングに、ナッシングを使うダジャレと同じレベルの仕掛けが使われた。サートマスモアの、ユートピアはギリシャ語から派生した同じ発音の二つの、語のダブルミーニングである。モアの綴り、ユートピアは、どこにもない場所とこうしている。しかし、エウトピアと綴ればそれは、良い場所という意味を持つ。最も危険なゲーム。 リチャード・コーネルの短編及びギャビン・ライアルの小説のタイトルこの句は最も危険な狩りをするためのゲームと最も危険な遊ぶためのゲームのどちらにも解釈することができる。19世紀のギガ、イタリストレッチトと書かれた看板の前で、馬に乗った宿女がプレー、さあ、イズ・ディス・ザ・ウェイ・ツー・ストレッチトとスイフに尋ねる。この道はストレッチとへの道ですか と聞いたのだが、水夫はまたがった、乗馬姿勢が、祝女の膣を広げている。つまり、膣の広げ方はこうですかと聞き間違えて、俺がそれより良い方法を知ってりゃ、娘さん、俺の方を揺らしておくんなと答える。ダブルアンタンドラとは、話し言葉の句が二通りに、理解できるダジャレに似た、修辞技法のこと。二つの、相入れない意味を持つくほどシンプルなものだと、それは、 気の利いた言葉遊びになる。際どい性的な要素がダブルミーニングの核である場合もある。この場合、最初の意味は無邪気なものだが、二つ目の意味は際どいか少なくとも皮肉なもので、聞き手にはいくらかの知識が求められる。逆に伝えようとしていた真意はごく普通のありふれたものだが、 その言葉の使い方やシチュエーションで性的な意味であると受け手や他の登場人物にミスリーディングさせるというパターンもある。現代ではダブルミーニングは映画やテレビでも用いられている。多くの国でそれぞれ放送コードや放送禁止用語などが設定されているが性的なダブルミーニングはそれらのコードを形式上遵守しつつも意味的には その種の意味を視聴者に伝えたりほのめかすことを可能にしている。007シリーズでは性的なダブルミーニングが多用されている。例えば、007トゥモローネバー n でジェームズ・ボンドがデンマーク人女性とベッドにいるところにミスマネ・ペニーから電話がかかってくる場面でボンドが自分のデンマーク語を磨いていたところだと言い訳するとミスマネ・ペニーが すかさずこう切り返す。カニング・リングイストが、クンギ・リングスに聞こえれば、これは、ダブルミーニングになる。また、シリーズ作品のタイトル、オクトパシー・オクトパシーは、基本的に、オクトパス・オクトパスの親しみを込めた呼び方と解釈でき、また同時に、オクトプッシー、つまり、8人の女という意味だとも解釈できる。羊たちの沈黙でのハンニバル・レクターのセリフ Having an old friend for dinner もダブルミーニングである。時としてダブルミーニングはよく知られた句に似た文を作る同意字として存在することもある。また、比較広告の方法として競合他社製品の名前を出すのが忌避される場合に使われることもある。ありがとうございます。